はい、こんにちは。ということで、今、緊急で動画をね、撮ってるんですけど、なんか俺の DM に、ちょっとこれ見てほしいんですけど、チャンロさん、このマップに入ると誰でもスキンを改造できますよってことで、スキンを改造？そんな機能あったっけな？なんか、ドラゴンボールの人造人間みたいな、そう、ドクターゲロみたいのがいるんかな？このゲームに。スキンを改造できるマップみたいのが今出てるらしいんで、しかもこれはね、どの機種でも誰でもできるらしい。だからスイッチとかでも、おじいちゃんおばあちゃんでも全然関係なくできるらしいんで、この島ね、ちょっと実際に行って見てみようかなと思います。ということで、行きましょうか。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんでよかったら皆さんクリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYONN、NOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。はい、ということで、島コードが、54524875-7283ということで、あ、出てきた、出てきた。なんだこれ。もうなんか、よくわかんないけど、ギャラクシーなんとかって書いてあるわ。何を改造するんだろう。めちゃめちゃ顔がおかしくなるとか、そういうことではないのかな。はい、はい、はい、あれ？え？ちょっと待って。なんだこれ。え？おい。どうなってるんや。俺のレイダーがさ、ギャラクシースキンになってるんだけど。ちょい。改造されてる、改造されてる。ちょ、危ない。これ大丈夫か？なんか建築もさ、ないこれ。すごい。めっちゃギャラクシーなんだけど。ツルハシが、ギャラクシー仕様だ。え、これ武器は？あ、武器もギャラクシー仕様だ。え、すげえ、なんだこれ。これ、紙マップ来た。もしかして。建築すると、あ、待って。え、どうなってる？あ、すごい、ギャラクシーだ。やばい。うお、すげえ。やばい。見えない。これでスキンを改造ってことね。てか、俺さ、ギャラクシースキンにずーっと欲しいって言ってたのよ。これでじゃあ俺もギャラクシースキンさ、買わなくていいじゃん。アカウント買う必要もないよ、これみんな。最近、ギャラクシースキン欲しいからって言ってアカウント買った人、どんまい。うん、なんか今、無料で誰でもギャラクシー好きになれるマップ出ちゃってるわ。レイダーが今ギャラクシーになってたよね。何しよう。ちょっと待って。ニャッスルのギャラクシーとか行ってみる。ちょっと背中を外して、いや、ちょ待って、ブラックナイトの盾。おー、すげえ。やばい。ギャラクシー盾だ。え、てか俺、ツルハシがめっちゃいいんだけど、これ。これさ、だって、限定スキンじゃん、もう。みんなこれ使ったことないでしょ？このギャラクシー。これニャッスルのギャラクシーバージョンね。で、これ次、ちょっと待って、もうちょい見よう、もうちょい。紫スカルのギャラクシーね。これもね、一回はみんな夢に見たんじゃない？うおー、すげえ、あ、すごい、目かっこいい。目は紫スカルのままだ。このさ、建築はさ、出来上がった瞬間やばいよ、これ。見てて。うおー、やばい。宇宙空間にいる。見えにくくないのかな敵が。これちょっと今さ、画面見えにくいでしょみんな。今、俺はどこにいるかわかりますか皆さん。ここにいます。見えますか？エモートとかどうなんだ？エモートも普通に？あ、ちゃんとギャラクシーだ。すげえ。だから、ここの島の名前がギャラクシースワッパーってなってんだ。スワッパーっていうのは、まあ、スキンを変えますよ、みたいな。まあ、簡単に言うとね。はいはい、来ました。悟空ブラックギャラクシー。えぐい。かっこよすぎる、これ。え、待って。悟空、めっちゃかっこよくない？ギャラクシー。ブラックナイトギャラクシーも行こう。せっかくだしさ。うわ、かっけえ。これ、ちょっと。運営さん、これ追加お願いします。いや、ギャラクシースキン使うとさ、こういう感覚なんだね。なるほどね。今までさ、ギャラクシースキン使いたくてさ、どんな感じなんだろうと思ってたけど、まあ、使ってみたらこういう感じなのね。ちょ、待って、なんか歩き方おかしい。やばい。なんかバグった。はい。一馬選手ね。ギャラクシー一馬選手。これさ、編集するとさ、めっちゃ白くなんだけど。これギャラクシーにしたらどうなんの？おー、はい。まあ、なんかちょっと、あれだね。ウルトラマンの敵に出てくるな、多分これは。結構強い方のね、敵ね。でっかい蝶々とか、でっかいドラゴンとかじゃなくて、人間型の強いタイプのやつね。ピーリーいいじゃん。ギャラクシーピーリー来ました。うおー、すげえ。みんなが一回は夢見る。ギャラクシーピーリーをゲットしてる。はい。はい、練習して。ま、ちょっと待って、俺こっちが気になるわ。ごめん、シルバーサーファーが普通に気になっちゃう。じゃ、一回こっちにしよう。コナンの犯人のギャラクシーバージョンだね、これは。でもこれ強くない？絶対。絶対こいつ強いって。で、ちょっと対マンしてみよう。対マンしたい。ちょ、武器とかもさ、あ、なんか見た目が違う。あ、すごい。もう置かれてるさ、見た目から違う。これ何？風船？あ、グラップ、うわ、これ強そうやな、このグラップラー。
そのハンマー。ここら辺も回復力高そうですね。まあ、一応ギャラクシーになってるけど、キットだけかな、完全ギャラクシーは。嫌な飲み物になってない、普通に。わ、かっけえ、この、こういうハンドガンかっこいい。はいはいはい、いい、あ、いいね、いいね、いいね。これ何？この車使うのに50分待たないといけないんだけど。え？ちょっとこの車1個で50分は、ちょっと、ありえないな。それ、ちょっとやりすぎやん。ちょっと待ちかけよう、普通にじゃあ。でもこれマップやってる人がさ、1人しかいないんだけど。ちょっと、マッチングするか、これ。誰もいないわ。ちょっとこのマップまだ知られてないか、そんなに。それかもしかして、意外とみんなギャラクシースキン欲しくない。俺、ギャラクシースキンめちゃめちゃ欲しいんだけど、ギャラクシーすぎんのかもね、これは。まあ本物のね、ギャラクシースキンはっていうと、ちなみにね、なんか頭がね、銀色になってて、まあいい感じのバランスなのよね。こういうことじゃないのかもね、みんなが欲しいのは。いや、こういうことだろう。なあ。そうよな。じゃ、このさ、逆にこのギャラクシーのやつを、ギャラクシーにしたらいいんじゃね？はい、来た。まあ、確かに。ギャラクシーすぎるか。やっぱちょっとね、頭これ銀色にしてほしいな。やっぱ俺、悟空が好きかも。一番。え、めっちゃ良くない？ほら、悟空のさ、ギャラクシースキン。ここスーパーサイヤ人になりまーす。はい、来た。色がわかんない。ブルーになりました。あー、ギャラクシーです。全然ブルーじゃない。はい、じゃあ。はい、身勝手の極意。もう身勝手の極意さ、ギャラクシーにかき消されてる。ギャラクシー悟空として、完全に新しいの。あ、こんにちは。あ、こんにちは。めっちゃ喋ってる。さあ、今からさ、ある島行くんだけどさ。はい。すごいから、ちょっと見て。ほら、見て。すごい。これやばいでしょ、これ。ギャラクシースキンゲットできんのよ。お、すげえ。楽しいよな、これ。はい、楽しいっすね。え、なんでもいいよ。ちょっとギャラクシースキンにしてみたかったスキン、ちょっと着替えてみてよ。ちなみにギャラクシースキン本物は持ってるの？持ってないっすね。おー、いや。おー、レイダーギャラクシーね。でも、あ、ちょっと待って、この状態で俺がレイダーにしても、どっちが本物かわかんないんじゃないの？かっけえ。いや、一緒でしょ、これ。でもちょっと違う。あ、ほんとは、なんか君の方がなんか汚くね、服。汚いっすね。なんかザラザラしない君の服なんか。これさ、建築してみ？建築。建築もギャラクシーだからね、ちゃんと。え、こ、天井。そうよ。全部。スキン見て、スキン。え、全然すごくないね。え？え、だってこれ普通にクリエイティブ 2.0 でできるよ。あれ？僕、クリエイティブ勢なんですけど、僕、グリッチアイテム持ってるんですけど、僕の島来ませんか？え、じゃあこれのやり方わかんの君？え、わかりますよ。え、どうやってやんの？まずクリエイティブ 2.0 で、テクスチャ？なるほど。じゃあこれは、全然すごくない。すごくないです。ギャラクシースキンも欲しくない。欲しくないです。ということでですね、なんか、これはすごくないらしいです。どういう終わり方？でもね、ギャラクシースキン使ってみたいっていうね、方はね、よかったらこれ、行ってみてください。ちゃんとね、DM で来てる通り、スキンを改造できる島だったね。